タトラ T3 タトラ T3 この項目ではタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両のタトラ T3 のうち東ドイツの都市ケムニッツの路面電車であるケムニッツ支電の車両について解説する付随車のタトラ B3 と共に1973年から1988年まで長期にわたる導入が行われ 更新が行われた一部車両は2020年現在も営業運転に使用されている。1880年に馬車鉄道として開通し、1893年から1898年の間に電化が行われたカール・マルクスイコール・シュタット市電は長年狂気の路線網を有していたが、第二次世界大戦からの復興を経て、機関を標準形へと変更されることとなり、 東ドイツ時代の1960年から順次、改め期が実施された。当初これらの区間に導入された車両は、東ドイツの国営企業であった豪太車両、製造性の二軸車で、以降もボギー車や連接車の増備が検討されていたが、経済相互援助会議の方針により、同社での路面電車車両の生産が終了することが決定した。それに伴い、 当時カールマルクスイコールシュタット市電を運営していた人民公社のカールマルクスイコールシュタット地方輸送会社は1967年にチェコスロバキアの KD タトラとの間にタトラ T3 の導入に関する契約を交わしたタトラ T3 は KD タトラがチェコスロバキアをはじめ東側諸国に展開していた路面電車車用タトラカーの一車種で 従来の車種から軽量化をはじめとした改良が施され、長期にわたる大量生産が実施されたことで知られている。その中でもタトラ T3D は、東ドイツ向けに機器の設計変更が行われた車種で、付随車であるタトラ B3D と共に生産が行われた。ただし、T3DB3D は、車体幅が 2500mm と広いため、 東ドイツ各地の路面電車の車両限界には適さず、本格的な導入が行われたのは、カールマルクスイコールシュタット以外にシュベリーンのみに止まった。カールマルクスイコールシュタット支電向けの最初の車両の製造は1968年から始まり、1969年2月25日から営業運転を開始した。当初は T3D の単行運転のみ設定されていたが、 車両の増備に加えて、改め機の進行や道路と分離された、専用機動区間の整備によって、運行範囲が広がると連結運転が主体となった。これにより、ゴータカーは1974年までに営業運転を終了し、一部車両は、胴体、生体保存や東ドイツと都市への譲渡が行われた。同年時点で、カールマルクスイコール・シュタット市電に在籍していた、 タトラ T3D の車両数は合計78両で2両及び3両で運用された。中でも後者は高い輸送力から需要が多い系統で多数設定され1976年から1977年にかけて開通した6号線では3両編成のタトラ T3D が最短3分間隔で走行し1時間で8000人もの輸送が可能であった。 また T3DB3D の増備が進む中で、従来の車庫の収容力では追いつかなくなったことで、1977年には新たな車庫の新設も実施された。それ以降も、カールマルクスイコールシュタット支電の標準機の路線網の拡大に合わせて、T3DB3D の増備が進み、1988年まで長期にわたって製造が行われた。 同年時点で在籍していた車両数は T3D が132両、B3D が62両であったが、そのうち T3D の1両については1979年に作業車へ改造されていたため、営業運転に使用されていた車両は合計193両だった。東ドイツの民主化やドイツ再統一の流れの中で、カール・マルクスイコール・シュタット・シデン・アラケムニッツ。 市電の運営権は1990年にカールマルクスイコールシタット地方輸送会社からケムニッツ市が所有するケムニッツ交通へと移管された。再統一後、同事業者は所有するタトラ T3DB3D の近代化を決定し、ドイツワゴンバウで更新工事が実施された。工事内容は夏季のように多岐にわたるものになった。更新の対象となった車両は、 形式名を T3DM、B3DM に改め、1992年から営業運転に投入された。以降は1994年までに36両の T3D 及び14両の B3D が改造を受けた。一方、それ以外の車両も床下のカバーの設置や、前面窓ガラスの形状変更、終電装置の交換などの改造が実施されたが、 1990年代以降の経済の停滞から車両に余剰が生じ、1990年代後半以降更新の対象外となった車両から順次廃車が行われることとなった。さらに、同年代からはバリアフリーに適した超低床電車のバリオバーンの導入による置き換えも進み、未更新車両は2002年7月31日をもって営業運転を終了した。 その後も T3DM 及び B3DM については2両編成及び3両編成で運用され2007年から2008年にかけては行き先表示装置の LED マトリックス化が実施されたがそれに先立つ2004年からこれらの更新車両の廃車も行われるようになり2010年6月をもって B3DM 及び3両編成の営業運転が終了した 残存する T3DM についても廃車が進んでいるが、2019年の時点でも平日を中心に22両が定期運用に使われている。そのうち519、509については、ケムニッツ路面電車博物館の広告塗装として、更新前の塗装に復元されている。一方、未更新車両のうち T3D の2両及び B3D の1両は、歴史的な車両として、 ケムニッツ路面電車博物館に保存されているほか、T3D のうち4両については事業用車両に改造され、2020年現在もケムニッツ交通に在籍している。2019年以降、ケムニッツ交通では残存する T3MD の置き換え用として、チェコのシュコダトランスポーテーション製の超低小電車で、あるシュコダ 35T の導入が進んでおり、 予定されている14両の導入が完了次第、T3MD は全車とも営業運転を終了することになっている。ケムニッツ市電で廃車となった T3DB3D の中で、事業用車両への改造や保存が実施されなかった、車両の多くは解体された一方、一部はロシア連邦やカザフスタン各都市の路面電車への譲渡が行われている。ありがとうございます。